ジャッカス、クソジジイのアメリカ横断鎮道中は、ジェフトレメイン監督、ジョニー・ノックスビル、スパイク・ジョーンズ、ジェフトレメイン脚本による2013年のアメリカ合衆国のコメディ映画である。ジャッカスの映画作品としては4作目である。主演は、ノックスビルと子役のジャクソン・ニコル。制作は、MTV フィルムズとディックハウス・プロダクションズ。配給は、パラマウント映画で。 2013年10月25日に公開された。第86回アカデミー賞ではメイクアップヘアスタイリング賞にノミネートされた。ジャッカスの映画作品がアカデミー賞にノミネートされるのは初めてである。86歳のアービング・ジスマンは長年連れ添った妻を病気で亡くした。一方、仮釈放中のアービングの娘のキミーノビリーを 夫のチャックに預けるようにアービングに頼む。アービングはビリーを連れて、チャックの元に向かうが、その途中様々なトラブルを起こす。2012年3月、ノックスビルは、ジャッカスの映画4作目の可能性について論じ、撮影に至っていない50から60のアイデアがあると述べた。2012年6月、パラマウントが、ジャッカス4。 バッドグランパと呼ばれる映画のためのドメインを登録したことが報じられた。2012年9月18日、ザ・ハワード・スターン賞でのインタビューで、ノックスビル憤する老人のキャラクターの映画となることが明かされた。2013年7月17日に公式に発表された。撮影は主に、オハイオ州のクリーブランドとコロンバス、ノースカロライナ州で行われた。 2014年1月29日時点で、アメリカ合衆国とカナダで1億200万3019ドル、その他の国々で4700万ドル、世界全体で1億4900万3019ドルを売り上げている。北米市場では、公開発週末3日間で3205万5177ドルを売り上げて初登場1位となった。 第2週末は21303ドルを売り上げ、2位に後退した。第3週末は1132万6977ドルを売り上げて、引き続き2位となった。第4週末には742万1536ドルを売り上げて5位となった。ロッテントマトズでは102件の批評カレビューで、支持率は61%、平均点は5.5、10となった。 またメタクレティックでは29件のレビューで荷重平均値が54、100R となった。DVD とブルーレイは2014年1月28日に発売された。ありがとうございます。